さあこんにちは、村橋あかねの勝手にレポートということで、本日もコンビニプリン編をお送りいたします。さあコンビニプリン編第2弾。さあ今日のプリン本当にインパクトあります。結構パッと見でびっくりします。まあ早速紹介したいと思うんですけれども、今日のプリンサンクスから登場しております。サンクスのシェリエドルチェというデザートの中からですね、こちらじゃん、自家製プリンケーキでございます。見てください、この大きさ本当に大きいです。でもこのボリュームなので、やっぱり気になるのってカロリーなんです。真っ先にカロリー見たんですけど、結構恐怖です。じゃあさあカロリー見えますか。529キロカロリー、もうですね、ご飯と同じぐらいですよ。菓子パンよりも全然高いですよ。もう本当に1食分ぐらいです。でお値段、はい、税抜き362円、そして税込み390円。まあこのボリュームですし、それ相応のお値段ですよね。まあがっつりスイーツ食べたいっていう時には、まあこれぐらいのお値段を出してもこんなに入ってますし、いいんじゃないですかね。では早速ですがいただきたいと思います。さあ皆さん開きました。まあ見た目通りすっごいボリュームです。でちょっと下見えますか。これスポンジですね。スポンジの上にプリンが乗って、周りホイップたっぷりっていう感じですね。でカラメルもかかってるので、しつこくなりすぎないんじゃないかなっていうことを期待しながら食べたいと思います。いただきます。あ、結構プリン下までがっつりかと思ったら、そんなに下までがっつりじゃないです。いただきます。プリンはですね、まあ卵の風味がする、舌触りはちょっと滑らかなプリンですね。でここにたくさんのホイップと、下にはスポンジが入っています。スポンジホイップでちょっとケーキ風味で、その上にプリンが乗ってるですね。硬くなくて結構しっとり柔らかめなスポンジです。まあ、このカスタードプリンとホイップとカラメル、そしてスポンジですね。結構相性がいいですね。さらっと食べれちゃいます。でこう本当にシンプルなんですよ。スポンジの上にプリン、そして生クリームっていう、本当にシンプルなケーキとプリンの融合のスイーツなんですけども、結構ボリュームありますね。やっぱり見た目通りのボリュームです。まあカロリー高いんですけど、味はまあしつこすぎず、がっつりちょっと甘いもの食べたいな、量食べたいなっていう時におすすめの。まあ、ボリューム高いですけれども、スイーツいっぱい食べたいな、ちょっとご褒美に食べたいなっていう時にはいいんじゃないでしょうか。さあ、以上、コンビニプリンデポ第2弾、自家製プリンケーキ。さあ、ご紹介させていただきました。皆様のお家の近くにサンクスありましたら、ぜひチェックしてみてください。新発売らしいですよ。それではまた。バイバイ。さあ皆さん、自家製プリンケーキの推進動画です。先ほどのビッグな自家製プリンケーキ半分食べました。ちょっと美味しいんですけど、やっぱり一人で一気に食べるのは今の私にはちょっときつかったです。でも美味しいんです。美味しいですけど、
まあ半分ぐらいずつ食べるのがもしかしたらちょうどいいかもしれません。相性いいのはブラックコーヒーかな。以上です。さよなら。